勝利おめでとうございます、今の気持ちをお聞かせください。えー、本当、意図した自分たちが準備してきたような試合展開とかそういうのにはならなかったんですけどもとにかくアウェーで勝ち点3を取ったことは本当に満足しています。はい、1>, 1人欠けた状態また先制された状態で何度も素晴らしいプレーがあったと思い,ますいやそれ本当に後ろ、き、まあ、今日全体が本当に集中して後半、守備してくれて。 まその本当にみんなの気持ちに乗って俺も本当に締めてプレーできたと思います。はい。残りは2試合となりました。どんな気持ちで臨まれますか。えー、まあ本当自分たちの不甲斐ないここまでの戦いで昇格を逃してしまったんですけども、まあ、今日本当に、うん、後半すごい雨も降って強い中で、あの。 スタンドの最前線でカッパ着て雨強い中で応援していただいた本当サポーターのアウェーにもかかわらずもうそういう人たちのためにも次も必ず勝ちたいです。次節は首位栃木との試合です。一言お願いします。自分たちも本当チャレンジャーなんで首位の相手にえまあ今度こそしっかりいい準備して自分たちのやりたいサッカー出せるようにえしっかり練習から頑張ります。はい。ありがとうございました。